来たの。おー、だわんにばんじょん。ええ、時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう。魔音の実を。よく来たな。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がさんぞ。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱はお前たちの過去と何の関係もない。炭鉱。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様は、貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやる、炭鉱。貴様に死の苦痛をな。それはダメだよ。あ、wo kommt der denn her? 君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来てもらう。ケイゲンについている小僧か。やつは時期の見極め方を教えなかったようだ。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。あれ？君の顔、どこかで見たことがあるような。気をつけろ。無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯す使命。先週を裏切り大乱を起こし衛星に追放された。寿命の竜族いいやつくんだ。先週に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらうまで。この悪名は聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人先週に潜り込んでいると。 さあ、Genau auf den habe ich gewartet. Senshu nicht an, Yujin no Ampi, Kakunin Sultam. Ben Kaiwa, Yushu Gokuni Haite Kara Kikasete Moraoka. Doite Morazo. Genau auf den habe ich noch gewartet. Das ist nämlich der nächste, den wir holen werden. Nach Blade und Kafka. Imbibitur Lunae, oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Dann Hengs.Ich glaube, 5-Star-Form. Übelst genial. Okay, ich muss zuerst die Schwerter kaputt machen, wurde, glaube ich, eben gesagt. Iso, Gode nackte war na. Ingezio, Yujin to no Saikai wa mo kanawanu kamoshiren. Yatsura mo imamoro kusen steiru da. Damore! Kimi mo ikase wa shinai!ならもう少し盛り上げようじゃない。なあ、カフカ。ええ、そうしましょう。聞いて、ジンちゃん、束縛を解くのよ。さあ、行くぞ。避難早々。いい加減、降伏しろ。
てたから手を下せない。美月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。確かに二人とも手強いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。その剣見覚えがある。あの女に教わったか。これ以上時間を取られるわけには。Setze die Fertigkeit an, um den Standardkampf von dann in die Bibliothek zu verstärken. Tenkou no Arana. Sumarai. Kitai ni kotaerare naku. Boku wa mada tatakaeru. Ai, soko made. Minna, kiite.もうやめなさい。どう、じんちゃん、満足した？何をした？これから登場する御仁を迎えるためのちょっとした準備ってところかしら。ラフの将軍様の前でジンちゃんや君たちが笑い草になったら困るもの。あ、ich dachte schon, dass er auch noch auftaucht.Wenn Yan Qing schon hier ist. Stari が久々に帰ってきたというのに、なんとも気まずい場面になっているようだ。旧友を懐かしく思うのであれば、もっと早く知らせてくれてもよかったんじゃないか。俺のやるべきことはもう終わった。ああ、そうだろうとも。君たちは以前、先週を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ、感謝しているんだ。この者を連れて行く。今回は見なかったことにしよう。将軍、僕は。今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友よ。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが林縁橋で君を待っているんだ。私と一緒に彼らに会いに行こう。Ich finde sein Outfit so genial. Das sieht so gut aus. 月照らす古海、妙境に勝る。林縁橋の景色は以前見た時と変わらないというのに。再びここに立つ君と私はもう違う。たとえ肉体が滅びぬ長命種だとしても、天地の普遍と並ぶことはできないか。将軍は、寿命族の輪廻転生を知っているはずだ。古海の水は、すでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者は、もういない。Ah, also, also hieß der eben Peter Lunai früher Dang Feng. Das ist sozusagen seine Gestalt von damals gewesen. Und jetzt heißt er Dang Heng. Kleiner, aber feiner Unterschied. Mein Name ist Tanko. Der Tanku ist ein Eiyuu oder Togabito. Ich bin nicht mit mir.
俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。これに対して文句を言うつもりはない。ただ、将軍には過去の残影を捨ててみてほしい。はあ、昔のことを語ると、濁った水をかき混ぜるかのように不快感が蘇ってくるよ。おそらく君のその見た目が、竜の角が、竜尊の気質が、二人の姿を結びつけているのだろうね。だから言って。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だというんだい？たった一言や二言で周りの態度を変えられるのであれば、この世に紛争は起きない。タンフーとして見ないでほしいと言ったか。いいだろう。だがその代わり、あることをやってもらいたい。タンフーとして最後に一度手を貸してほしい。それが終わったら彼の死を認め、君への追放令も撤回しよう。約束だ。その後、少なくともラフでは君は誰の影でもなくなる。タンフーにできたことが俺にもできるとは限らない。できないなら約束はなしだね。君の前世を恨め、彼があんな馬鹿げたことをしなかったら、ケリューの力が完全に残っていたら、こうして君に迫る必要もなかったというのに。再びここに立つ君と私は違っていると、私はさっきそう言ったね。タンフーはいなくなり、タンコウだけが残っている。私も今はただのラフ将軍でしかない。やらざるを得ないことがあるのだよ。さてと、明るい話題に変えよう。君が列車で作った友人たちが今近くにいるのだが、彼らに会いたいと思わないかい？彼に、ミツキやベルトさんが、あいつらをここに連れてきたのか？ああ、この先の剣竜太夫殿で待っているよ。行こう。君の友人たちが待っている。Oh, ich finde sein Design ist so verdammt cool. Und ich denke mal, er wird wahrscheinlich in 1.3 kommen. Das heißt, oh, das wird so schwierig, ihn da auch noch zu kriegen, nachdem ich Kafka versucht habe. まさか暗部室レギオンだったとは。巡視の最中に下道どもと戦うことになるか。この一戦を経た後、ラフの存亡に関わらず、同盟はレギオンを不遇大天の敵とみなすだろう。Was ich mich ja kleiner frage ist, wieunsere Gefährten dann gleich reagieren werden, wenn sie dann Helme so sehen. これまでレギオンが同盟にちょっかいを出すことはなかった。情報によると、狂った戦争機械が集まる軍団だとか。油断したよ。七体君それぞれが鮮やかな個性を持つとはね。これは参った。タイ君、元老は物事を内部から崩壊させるのを好んでいる。だから性格の災いを計画し、薬王秘伝を水面に出させた。だが今やその陰謀は暴かれ、彼女は自ら舞台に立つしかない。いや違う、これは彼女の壊滅美学に背いているな。きっとまだ気づいていない何かがあるはずだ。Na dann finden wir am besten heraus, was da noch hintersteckt, ne?
彼女は脱輪した。僕だけを残して。なのに僕はいつ訪れるかわからない脱輪の日を待つことしかできない。Alte Geister, die hier wandeln. 古書の記載によれば、これは我ら一族の故郷から持ち出した東海の道、汚れなき湖。ユーソが生命の水で我らを養い、寿命に普及を授けた。我らはここより生まれ、またここへと帰る。知っているかい、タンフーが犯した罪に対して獣王氏は君を滅するべきだと強く主張したんだよ。そして寿命族の方は半々ケリューの伝承が半分しか完成していなかったからね。寿命族の長老は君を憎んでいたが殺す勇気はなかったんだ。獣王氏と天白氏が納得するよう圧力をかけ、彼らはタンフーに脱輪の術を強制的に執行した。だが彼らはその途中である瑕疵を残した長老は獣王氏の目をごまかせると思ったのだろうが、岩の物言う世の中だ。Ja, wenn es so einfach wäre, hätte man einige Probleme weniger. Kokai no mizu yo, waga kokoro o sosoga. Kokai no mizu yo, waga karada o iyasu. Gensu no zenen wa kanno shi, gensu no akugo wa shoukyaku shita.Da sind sie. Oh, 君の友人たちがレギオンの連中と戦っているね。急ぐぞ。早く加勢してやらないと。騒動を感じる。天候の荒波。すまない。この機会を逃すな。機を逃してはならない。陛下に慈悲なし。天候の荒波、早く終わらそう。この機会を逃すな。うちの出番。つもりはなかった。天候を進まない。隙だらけだ。天候の荒波、早く終わらそう。即戦即決といこう。私に続く。ルールは破るためにある。内定よ、ここへ。タッチ、キル。たまには真面目、うちのとっておきを食らえ。天候の進まない。この機会を逃すな。機を逃して陛下に慈悲なし。ついてないね。天候の、早く終わるぞ。Jetzt bin ich gespannt. Sümmanai, Sümmanai. Gokuro datta, Fugendoro.
新作府の先方はもう読んである。元老の計画については、剣木です。一番の異様はあそこにあります。絶滅大君である元老が用いる手段は、物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっと奴は剣木を操って儒家の力を撒き散らそうとしているに違いありません。ラフを不死の忌み者が横行する地獄にしようと企んでいるのでしょう。状況は大方把握した。列車の職、喜んでくれると思い、ある人物を連れてきた。ぜひ会ってくれ。話すと長くなる。だが俺で間違いない。じゃあつまり本当に何らかの力を隠してたってこと？さて、雑談はここまでにしよう。列車がラフに着いた時、君たちは性格の問題を処理するためだと言っていたね。だがあの時の私は、性格ハンターに別の企みがあるのを恐れ、君たちの提案に乗らなかった。結局性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかしその企みは諸君をここへ誘導し、わざと事態を拡大させて泉州と列車を協力させることであった。今では諸君の誠意を疑う余地もない。シャイの言葉では足りないほど感謝している。もしこれ以上何かを望めば厚かましいと言われるだろう。だが不言殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得ず炭鉱殿の力をお借りしたい。どうか諸君にも全面的にご協力いただけないだろうか。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だがこれは俺自身の意思だ。請求列車を代弁することはできない。探索、理解、構築、連携、列車組が全うする開拓の心情はこの4つのワードだ。しかし旅は険しく、これらを貫き通すのは極めて難しい。恐怖、基地、敵、死、これら旅の困難を乗り越えて歩んでいける七死人はごく少数だろう。前に進むにせよ、離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で決めるべきだ。列車が次の目的地を決めるときに投じた一票みたいにな。Schön, dass sie den ganzen Satz nur mit Dunhang übersetzt haben und nicht etwa die Frage, was willst du tun? Toller Job. Arigato, Tanko. Ich bin ein Nanashibito, der hier ist. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen.とても自由とは言えなかった。だが寿命の末裔として俺はラフへの責任を全うしよう。よし、みんな最初に来た時と変わらず正義が何なのかを理解してるみたいだね。じゃあこれからどうすればいいの、将軍？妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、炭鉱殿がリュウソンの記憶を取り戻すことにかけるしかないだろう。リュウソン？
剣木が帝宮の使命に切り分かたれても儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不朽の末裔の力を借りて剣木の残骸を封印したんだ。そして制御することに成功した。古代リュウソンの指示のもと、寿命族は古海の水を引き、林縁橋を水没させて剣木を収める容器にした。その創去と犠牲を記念するために先週同盟は林縁橋で剣竜大宇の火を立て、寿命の像を残したんだ。ふーん、この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったりして。少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば歴代のリュウソンは皆外見が似ているんだ。今の代を除いてね。現在のリュウソンはただ襲名しただけの子供で、力を完全に受け継いだわけではない。炭鉱殿は知っているだろうか。炭風が亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて剣木を守っていた君ならば、私たちのために剣木へ至る道を開けるはずだ。すべて君に託したよ。